はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、サムネイルとタイトルにもあるようにですね、青島さんのカーモデルアンバサダーというものに ご指名いただきまして、今後半年にわたって、青島さんのカーモデルを通して、カーモデルを広めていくっていう活動を、やらせていただくことになりました。はい、というわけなので、Twitter とか、YouTube とかを使って、僕なりに、カーモデル、普段からねカーモデルばっかりやってるんであれなんですけども、カーモデルの、こういうとこが楽しいですよっていうのを、どんどん発信していきたいと思ってますので、まだチャンネル登録されてないっていう方はですね、よかったら下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、で、今回青島アンバサダーの、お仕事、活動第1弾としてですね、青島さんからご提供いただいたのがこちら。はい、スナップキットの、ラクプラですね。ラクプラの、新型フェアレディ Z RZ34 ですね。こちらのイカズチイエローをご提供いただきましたので、こちらのご紹介していこうと思います。はい、こちらのキット、今月1月の20日頃発売予定、店頭に並ぶ予定になっているので、ちょっと1週間ちょっとぐらい、1週間ぐらい、早くちょっとご提供いただいたっていう感じなので、ちょっとフライングでね、皆様にどんなキットでっていうのをお知らせするのと、あと僕は普段からねカーモデルやってるんで、ただラクプラをもらいました、ストレートで組んでワイできましたっていうのだけだと、やっぱりちょっとね、僕らしくないというかね、っていうのがあるので、このラクプラを、普通にストレート組みするののもうワンランク上の作りにするっていうのを今回やっていこうと思います。なので作り込むってなると、またそれはそれでね、このラクプラのコンセプトからちょっと離れていっちゃう、それはそれで楽しみ方の一つではあるんですけども、ラクプラのコンセプト、基本的に初心者マークが書いてあるので分かるように、ビギナーの人であったりとかお子様向けっていうのが、このシリーズのコンセプトになっているので、そのコンセプトをぶれないっていうので、ストレート組からワンランクアップっていうぐらいにとどめて、今回やっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では、開封していきましょう。新商品のねラクプラですね。ラクプラ作るの僕3つ目かなぐらいなんですけども、パカッと開けるとこんな感じで、これは、青島さくら販売前に発売前にいただいたっていうのもあるので、初回限定版になってるので、高速道路のペーパークラフト付属って書いてあるので、それもね後でちょっと見ていきます。多分これがそうですね、入ってます。で、いつものようにシールですね。いつものようにシールが入ってて、で、ボディは、ルーフが黒なので、この車ルーフが黒なので、ルーフのパーツは別パーツになってます。で、一応ボディ色はイカズチイエローっていうことで、実車をイメージした配色になってるんだと思います。こんな感じね。で、これがルーフとか、あとフロントグリル、リアバンパーの黒い部分ですね。で、あとミラーとか、その辺のパーツが入ってます。で、タイヤとシャーシ、ラクパラなんでね、シャーシはこういう板シャーシになってます。こんな感じで、このクリアパーツ、ヘッドライトカバーとテールレンズカバーの、クリアパーツと、あと内装もね、いつものラクプラみたいにこう周りがねパタパタパタっと組み立てていくタイプの内装になってます。こんな感じで、こっちが、ホイールですね。ホイールのパーツなんですけど、
どうなんだろう、今までのラクプラホイールもシールっていうのが多かったと思うんですけど、今回のはこれ塗装済みになってます。塗装済みでこれよく見ると真ん中に日産のマークも入ってます。ちゃんと日産のマークも入った上で塗装されてるっていうホイールになってます。これありがたいですね。結構ラクプラはあのホイールがすごくチープだっていうので、塗装したりとか、そういう風なのをするっていう方が多かったんですけど、もうこうやってね塗装してくれてると、非常に助かるかなと思います。あとこれがガラスのクリアパーツですね。がこんな感じで入ってます。若干ねほんのちょっとだけ青みがかったクリアパーツになってますね。さっきのテールレンズとかこっちと比べると少しだけ青みがかった色になってます。こんな感じなのでね、ちょっと、袋開けて細かく見ていきましょう。はい、でボディをねちょっと今組んでみたんですけど、こんな感じになります。ちょっとクリアパーツは入れてないですけどね、こんな感じになるんですけども、まあやっぱり予想通り黄色い成型色なので、こう黒いパーツをね裏からはめると黒いパーツの影がね透けるんですよね。こうちょっとカメラ越しだと分かりにくいんですけど、これ目視で見るとちょっと透けて下の黒が透けて見えてるんですよねっていうのがあるのと、やっぱり黄色い成型色ってもう全体的に少し透けが出るっていうので、そのせいでこうおもちゃっぽさっていうのが拭えないんですよね。なので、ちょっとそれに一手間を加えつつやっていくっていう感じでやっていきます。でまあもう普通に素組みでやるっていうのは、まあ、他のねアンバサダーの方々が、やってくれはると思いますんで、まあ、一応僕はカーモデラーらしく、これに一手間加えてっていう形で、普通にラクプラを組むのに慣れてきた人が次のステップとして、やれるような内容でやっていこうと思います。はい、というわけでね、早速この成型色は成型色生かしでいきます。この成型色はそのまま使うっていう感じなので、ボディの外側の塗装はしないっていう感じでいきます。ただ透けを防止のために、この裏側にちょっと色を入れていきます。はい、というわけでね早速やっていきましょう。はい、そしたら、裏側にシルバーを拭いてきました。はい、透け防止のためのシルバーですねを拭いてきました。こんな感じ。これ僕今回はエアブラシで拭いてるんですけど、まあなければ、缶スプレーとかでもいいし、なんだったら筆塗りでもいいぐらいです。はい、裏に、全面にシルバーを塗ってあげれば OK っていう感じになります。こうしてあげると表面のね色の感じが透けがなくなってだいぶ雰囲気が変わるんですよね。こんな感じで、で結構透け防止っていうと裏に黒を使う人が多いんですけど、黄色とか赤の場合透け防止で黒を入れるとちょっとサイドが落ちちゃうんですよね、成型色の。なのでその黒が透けちゃってサイドが落ちてしまうんで、シルバーとかの方がいいと思います。はい、こんな感じで、まあこう覗き込んで見える箇所とかがもしあってそこが気になる場合このシルバーの上から黒をペペって筆で塗ってあげればそれでいいと思うので、こんな感じで塗ってあります。はい、で次ボディ表面なんですけど、ボディ表面基本この黄色はそのまま使おうと思っているので、まずね、このパーティングラインを処理をしようかなと思います。ただまあこれはねやってもやらんでもいいと思います。気になる人だけやればいいと思うんですけど、金型のね合わせ目パーティングラインっていうのがこっから、バンパーの下まで、でフロントもここフロントフェンダーの先っぽで、フロントバンパーの端でこのヘッドライトの下ですね、この部分にパーティングラインが結構しっかりめのやつがおるんで、これが気になる人はこれをヤスリで削り落としてあげます。はい、気にならないという人は次の工程に飛ばしちゃっていいと思います。なので、これをね軽くヤスリで削ってあげて、パーティングラインを消してあげます。はい、
そしたらパーティングラインを、削って鳴らしましたんで、次、この表面、まあそこそこ綺麗なんですけど、やっぱり今この状態だとね、金型の細かい傷とかがやっぱりあったりとかするんで、ちょっとねそれのせいでプラっぽさが出ちゃってるっていう部分があるので、軽くねコンパウンド使って表面を磨いていきます。でさっきねパーティングライン気にならない人はやらんでもいいって言った理由の一つがね、これ成形色が成形色にパールが入ってるんですよ。成形色にパールが入ってるんで、このねパーティングライン削ったところで表面の段出っ張りはなくなるんだけど、そこの部分にウェルドラインができるんですよね。なので 100% 完全に消すっていうのはできないんで、まあ気にしない人はもう気にしないでもいいんじゃないかなと思います。はい、でまあ軽くコンパウンドで磨いていただき、まあ、これするだけでね表面がねパリッとするので結構見た目って変わります。コンパウンドでね、まあちょっとクロスとかこういう布、まあこれ専用のクロスですけど、こういう布だったりとか、あとまあ使い古しの肌着とかでもいいですけど、そんなにコンパウンドをつけてあげて、まあ、もしコンパウンドがないんだったら普通の車用のコンパウンドでもいいです。これ車用のコンパウンドなんで、車用のコンパウンドとかをつけてあげて、車用のコンパウンドを使う場合は必ず仕上げ用のコンパウンドを使ってください。車用の粗めのコンパウンドを使うともう傷だらけになりますので、それを使って軽くね表面を磨いていってあげます。はい、そしたらねここボディを磨いてコンパウンドを今きれいに洗い落としてきました。コンパウンド油分なんでね、洗い落としとかないとこの後いろいろ厄介なことになるんで、きれいに洗い落としていきました。で次に、ここの塗り分けですね、色分け、この車の場合ルーフが黒なんで、このリアゲートのここの部分に塗り分けがあるんですよ。でこのキットの場合このシールを使って色分けっていう形なんで、まあこれを貼るんでもいいんですけど、やっぱりねちょっと質感が違うんですよね。このシール結構貼りやすいんですけど、この印刷面に関しては明らかに印刷っていう感じが出ちゃうんで、ちょっとね微妙かなと思うんですよね。でこの上に屋根がね、この黒いプラの屋根がつくのもあるんで、これのもね全然色も違うっていうのもあるんで、ちょっと微妙かなと思うので、ここだけちょっと塗装しようと思います。でマスキングなんですけど、まあここね曲線でマスキングしないとダメなんで、割と面倒くさいので、これを使います。この実際に色分けのために貼る用のこのシールの縁の部分ですね、この部分を使って塗り分けをしていきます。ちょっとこの辺適当にね切ってあげて、こう切ってあげて、この枠の本来なら捨てる部分、この部分をペロッと剥がしてあげます。でこれこのままだとちょっとね粘着力強すぎるんで、手の甲とかに一回貼ってあげて粘着力を落とした上で、このシールをここに貼ってあげる。ちょうどねこの内側のこのシールがここにピタッとはまるようにこのシールは作られてるので、こうやって貼ってあげるとちょうどね塗り分けラインにピタッとくるようになります。まあ、ちょっとこれがね R がついてるパーツなんでちょっと貼りにくさっていうのはあるんですけどね。貼ってあげて、で他の部分マスキングしてここを黒に塗っていきます。はい、でこのガラス類も、このシールのねこの内側、これを使って塗り分けやっていきます。シールはね、この窓枠はね
このボディの外側にシールを貼るってなるんで、すごいね、ここに関してはちょっとブサイクになっちゃうので、なるべく塗り分けた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。なんでこれをこういう感じでね貼ってあげて、マスキングにしてあげます。はい、というわけで、部分塗装終わりました。こんな感じね、ここを黒に塗りました。でここのシルバーの部分は、キット付属のシール、キット付属のこのシールのここのシルバーの部分だけをカットして使いました。はい、こんな感じで、あとこことかはね普通に説明書通りにシールを貼ったっていう感じですね。であとついでにここの黒塗るついでにここもね一応塗り分け軽くしておきました。ここはこのシールで塗り分け再現なんで、色分け再現なんですけど、まあついでなんで一緒に塗っちゃいました。はい、こんな感じで、ガラスの方もこんな感じですね。こんな感じに塗装ができました。はい、で一応このワイパーのところ、ワイパーのところだけ軽く筆塗りでね艶消しの黒塗っておきました。こんな感じでね、ちょっとこれ見にくいんでね、ちょっと塗りにくいんですけど、まあ、てっと塗っておきました。はい、であとここの黒を塗るついでだったんで、このパーツもね、ルーフのパーツ、これもプラむき出しだとどうしても色合わないので、ついでに光沢の黒一緒に塗ってあります。はい、で今回はもう塗っただけでクリアは吹きません。はい、なのでこっちはコンパウンドで磨いて、でこれは光沢の黒を塗ってっていう感じで、光沢の黒を塗る前に一回コンパウンドで磨いてるんで表面が綺麗なので、まあ、それなりに表面がウェットになるように塗ってあげれば勝手に光沢は出てくれるんですよ。光沢の黒はこんな感じでね、なんで、まあ、これぐらいでも十分なんじゃないかなと思います。はい、なのでこれを最後組み立てていきましょう。はい、あとはもう説明書通りですね、ここにパチパチ入れていく。あ、であとね、ここね、ここハイマウントストップランプね、ハイマウントストラップランプも、このシールをこのハイマウントストップランプのとこだけ切り抜いて貼ったって感じですね。だからシールを使うとこと使わないところをうまく使い分けてあげるとね、手軽に綺麗に仕上げられます。こういう感じでルーフをバチコーンとはめてあげて、で内側からこのガラスのパーツをはめてあげる。で結構ねラクプラシリーズね、どれもそうなんですけど、ガラスはめるのがね結構きついんですよね。なんでまあパーツとかをね破損しないように気をつけながらね入れていく。多分ねこれねボディ塗装してるとね割れたりするんですよ。なんでその辺要注意ですね。こういう感じ。コツとしてはこのサイドウィンドウのこの下の部分、サイドウィンドウの下面の部分がこのボディの上に、ここの外側にパコンって出るようにギュッと押し込んであげるっていう風にしてあげると、それでもう完全にガチッとロックがかかる形になります。こういう感じね。はい、でフロント周りはグリルのここの部分は、ちょっと筆塗りで軽くシルバーを塗りました。であとこの辺はねキット通りの、キットの説明通りにシールを貼ってあります。あ、ちょっとクリアパーツ出すの忘れた、ちょっと待ってね。よいしょ、これを内側からここにセット。で、ヘッドライトカバー忘れた。このね、ヘッドライトカバーを上からかぶせてあげる。ちなみにここまでの工程で接着剤は一切使ってません。はい、全てスナップヒートになってます。このヘッドライトも同じくスナップフィットになってるんで、このまんまここに差し込んであげると、こういう形。ちょっとねヘッドライトのリフレクターじゃないわ、ヘッドライトのユニットがあるところにダボをつけてくれてるんで、まあ、極力目立たないようにしてくれてますね。初期の
ラクプラは結構このライトのねダボが目立っちゃって、ちょっとヘッドライトが残念な感じになってたってやつが多かったんですけど、今回のはなるべく自然な感じになるようにちょっと工夫されてますね。こんな感じで、はい、ヘッドライトはこんな感じ。ちなみに、ここのフロントのエンブレム、フロントのエンブレムはこれシールがついてるんですけど、シールがねこんな感じでね色が周りについちゃってるんですよ。でこれこのまま貼るとね、まあこれ成型色だからまあ大体の色は合うんですが、ちょっとやっぱ違和感があるんで、まあこうやってね凸モールドになってるんで、このエンブレムとこだけシルバーで塗りました、筆で。こんな感じでね、水性のクレオスの水性の、シルバー8番シルバーを使って塗りました。はい、で次後ろね、後ろはこんな感じで、このパーツもねついでに光沢の黒塗って、でこのテールレンズはここシールですね、シールを貼って、でエンブレムは筆で塗ったっていう感じで塗ってあげたら、この上にレンズカバーをかぶせてあげて、でリアバンパーの裏側からパチンとはめ込む。まあ、ここにダボがあるのと、とここ下側をねバンパーの上にパチンと乗り越えてあげると、これでロックがかかるっていう感じになります。こんな感じで、ここのフェアレディ Z のエンブレムも、フェアレディの部分は黒で Z の部分はシルバーで筆塗りで塗りました。まあ、ちょっとモールドがねもう潰れかけてるんで、まあそれっぽく塗ったっていう感じですけどね、まあ、これでも十分雰囲気は出てるかなと思います。はい、そしたらここまでできたら、ボディとシャーシを合体させてあげます。でこの時に、このガラス類の内側についた指紋とかは必ず拭き取っておく。ではめる時とかにガラスの内側触ってるんで拭き取っておかないと、後から外から見た時にねもうもろ分かりになってしまうんで気をつけましょう。で、あとこっちね、シャーシの方は何もしてません。説明書通りにシール貼って組んだだけです。はい、塗装も何もしてないです。はい、まああんま見えないんですよね、最近の車って窓ちっちゃいんで、なんでこんな感じでいってるんですけど、まあちょっとねこのプラスチックのこのツヤっと感が気になる人は、まあランナーのこの組み立てる前の状態、開きの状態で艶消しをねバーッと拭いてあげると、それだけで雰囲気グッと上がると思います。はい、であとねこのキットは車高が2段階から調整できるので、ノーマル車高と車高端ローダウン仕様と選べるんで、ローダウンの方で今回は組んでます。まあ、この通す穴の位置が変わるだけですね、この真ん中のシャフトを通す位置が変わるだけなんですけど、これはローダウン状態にしてあります。はい、であとこのタイヤもキットそのまんまだとプラスチックなんで、こんな感じの質感なんですよ。なんでちょっと雰囲気があんま良くないから、黒サフをね塗ってあります。こんな感じね。はい、でこれをかぶせてあげて、あ、であのマフラーの出口のとこはあのガンダムマーカーのメキシルバーで塗りました。車高低っこんな感じね、こんな感じになります。はい、で、最後にこのドアミラーをここに差し込んであげると。でこれドアミラーはね僕ね塗り忘れてたんで成型色の黒のまんまです。はい、でここのシルバーだけ筆でギュッと塗りました。はい、これで一応、組み立て作業全て完了っていう形になります。なんで、一応まあ基本的にはもうほとんどストレート組、なんですけど、この塗り分け色分けのシールだけを使わないっていう形で制作してあげるとこんな感じになりました。はい、まあね正味制作時間的に言うと、まあ間かなり時間を取りながら、まあ普通に他営業しながらやってたんで、取りながらやって、まあ、正味これにかけてた作業時間で言うと多分2時間ぐらい
2時間ちょっとぐらいですねぐらいで、まあ、一応これぐらいの仕上がりにはなります。はい、こんな感じ。だからこのボディのね成型色もなるべくその実写のイカズチイエローに近くなるように作ってくれてるので、まあそれを生かしてこういう風に作るっていうのでも全然ありだと思います。はい、こんな感じね。まあ、プロポーションとかもね非常にいいですし、簡単に作れて非常にいいキットだと思います。これリアの方がトレッドが細いな。まあいいかそれは。はい、こんな感じなので、まあラクプラなので基本的には、まあ、プラモデル初心者だったりとかお子様がターゲットになるシリーズだとは思うんですけども、まあそれでね、最初何個か作って慣れてきたらやっぱりもうちょっとかっこよく作りたいみたいな欲が出てくると思うんですよね。そういう欲が出てきた時に、まあちょっと一工夫で、少しワンランク上の完成度で、作れますよっていうので、今回はこういう作り方をしてみました。はい、なのでね、まあ最初ストレートで組んで、で、ちょっとひと手間加えてこういう感じで組んで、で最後、もっと慣れてきたら全塗装してっていう感じで段階を踏んで、やっていってもらったら、カーモデルを、楽しんでいただけるかなと思いますんで、よかったらねこのラクプラシリーズ使ってカーモデルの楽しさっていうのを、していっていただきたいなと思います。はい、というわけでね、あと最後ちょっとちゃんと撮影ブースで写真撮って見てもらおうかなと思いますので、よろしければそこまでご覧ください。はい、というわけで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。